リッスンケアフリー、1月14日日曜日ですね、82個目のエピソードになります。声で書く日記、リッスンケアフリー。今日のタイトル、失敗続きと入れなかった東一郎とスキーの練習と雪かきとトライアルリスンの話としてみました。失敗続きというのは、今日あの収録をしてたんですが、ポッドキャストの3回ぐらい失敗しましたね。何を失敗したかというと、文字起こしの置き換えですね、置換をしていたら消しちゃったと、文字起こしをやり直すに行ってしまったと。もうこれ嫌ですね、年取るとね、指がちょっとずれるとね、もう自由が利かないと、細かい操作ができないで消しちゃったと。でしかもその消したのが消す前にまだ事件がありまして、一番最初から話をすると、あの1時間番組なんですけど、ハジラジサンデーをやってたんですが、編集してたんですが、1時間ぐらいあるんですよね。でそれを最初アップして、文字起こしして Spotify でアップして、 Spotify の音源をダウンロードして、音楽が抜けたやつ、ミュージックが抜けたやつがダウンロードされるので、それをリッスンでアップするんですが、でそれリッスンでアップして、文字起こしを直してて、だいぶ終わりの方に行ったんですね。第4コーナー、ザ・東一郎散歩まで行ったところで、音の空白があることに気づいたんですね、10分ぐらい。でこれは何でかというと、ガレージバンドで編集してた時に、見えない一番お尻の方ですね、最後の方に飛び地でちょっとこう、なんだ、つなぎの音源ですね、つまり場面転換の、短い2秒ぐらいのやつがあったんですね。だからそこまで全部音源にしてたのに気づかずに、それを Spotify の方にもはめ込み、今日は長いな東一郎散歩の収録音源とか思いながら、20分ぐらいあったんですが、25分ぐらいあったんです。で実際は12、3分ぐらいだったんですね。で10分、12分ぐらいだから空白だったんですね。でそれ気づかずに、もう Spotify の方にもアップしてスケジュールして、で曲が入ってるから審査があるわけですよね。でそれがもう終わって一回公開されちゃった頃に気づいて、でそれ取り消して差し替えて、もう一回公開し直して、でそれをダウンロードして、でそれをリッスンに上げ直して、でもう一回文字起こし、もう8割方やってたのをダメにして、もう一回文字起こしをさせて、でそれで直してずっとやって、終わりの方に行ったら、文字起こしの文字の置き換えを押したつもりが消しちゃったと。2回だから消しちゃったわけですね。で3回目をやってたら、もう東一郎くんがお散歩連れてき、遊びたい遊びたいと騒ぎ出して、もうそれどころじゃなくなっちゃって、困ったなとこれは思いながら、ちょっとこうイラつきながらですね、あのやってたという、まあちょっと失敗続き。もう一個なんか失敗したんだけど忘れちゃったな。3回ぐらい失敗したんですよな。もう本当に、あのなんでここをもうちょっと上手に変換してくんねえかなとか思いながら、あのちまちま直してたんですけどね。八代亜紀とか石原裕次郎とかね、中曽根康弘とかね、一回で覚えろよ AI とか思いながら、3回も違う変換してくるとちょっとイラッとしてましたけどね。まあそれはいいとして、まあ失敗した私が悪いんですけどね。まあそんな失敗続きなんですが、でそんなことをやってたら、で東一郎君はもううるさいから、もう下行けって言って、玄関をちょっとだけ隙間開けるんですよ、東一郎が通れるぐらいね、あのドアのストッパーつけて、そうしたら東一郎君はもう隣でスキーの練習してる小学生がいて、小学1年生が、でそれでもう物珍しくって、遊びたくってお友達だから、もうギャンギャン騒いでるわけですよ、外出してくれと。で東一郎君は外出してくれて、そこで騒いでんだけど、上まで上がってくるわけですね。で僕を呼びに来るわけです。外出たいんだと、外出してくれみたいな感じで呼びに来るわけね。でちょっと待ってろっつって、先行ってろっつって、また降りてくんですけど、
でそれで、なかなか戻ってこないでクン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 下でずっと泣いてるわけです。で僕は文字起こしでイヤイヤしながら直してたわけですよね。でクン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 泣いて、もう本当にクン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 うるさいなとか思って、でまあしょうがないなと思って文字起こし途中でやめて、下に行ったら、なんと扉のドアのストッパーがちょっと緩んで、東一郎くんが入れないぐらい狭くなってて、東一郎は家に、私のことを家に2階に呼びに来たいのに呼びに行けないと。で外では小学生が遊んでて早く遊びたいと。でも自分では出れないから呼びに行こうとしたのにお家に入れないと。でお家に入れずに玄関の入り口の隙間、細い隙間からクン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 泣いてたっていうね、ことで、これが入れなかったと一郎ですね。ちょっとかわいそうでしたね。あの文字起こしでイラついてる場合じゃないなとか思いながら、ね、さっさとやめて相手してやればよかったなと、大人げないなと、60にもなってとちょっと反省して、まあそれも失敗の一つですね。ちょっといろいろ失敗した。でそんなことやってるうちに、ちょっといろいろとあの段取りが遅くなって、これはちょっと勇敢ことの葉、これ誰も読んでないんですが、勇敢ことの葉を自分の記録で出してるとかあるんですけど、勇敢ことの葉1分程度なんですが、やっちゃえばパッとできるんだけど、その恥じらじさんでの文字起こしがあの思ったより手間取ってしまったので、もうこれもうことの葉やめちゃおうかなと。どうせ誰も聞いてないし読んでないし、自分の記録だったら別のとこにやってもいいかなとかいろいろ思い始めてね、もう休館廃館どっちにしようかな、休館かな廃館かななんてね、いろいろ考えてたんですが、とりあえずもうしょうがないから東一郎くん外に一緒に出て、私さっさと着替えて、で一緒に出て、で小学生がスキー練習してんのでに興奮してね、一緒に遊んで、で一通り遊んで、でお散歩もぐるっと回ってきて、でお家に帰ってきたのが5時過ぎでしたね。5時過ぎで勇敢ことの葉は、まあ、どうでもいいかもしれませんが、一応1月2日から配信始めてずっと5時半に、夕方5時半に遅配欠配なく届けてきたんですね、勇敢ことの葉オレンジ色の憎いやつね、あの届けてきたんですが、遅配欠配なくね、今日はもう遅配かなと、あ昨日ちょっと遅配したんですね、30分ぐらい実は、もう昨日遅配したし今日は欠配かなとか思いながらね、で遅配欠配出るようじゃもうこれは休館かな配管かななんて、まあどうでもいい話ですね、思いながらやってたら、お散歩から帰ってきてさっさと終わっちゃいました。ことの葉無事5時10分に足込み終わったので、あのね、あのあっという間にちゃんと5時半にアップロードされましたが、まあそれはいいとして、でそれからこれはね、あのいろいろこう今日予定がずれ込んだ最大の要因は雪かきですね。朝の雪かき結構降ったんですよ。昨日も朝晩雪かきしたんですが、今日も結構降ってて、玄関の外は30センチ近くやっぱり積もってって、でそれで雪かきをして疲れて、でもちょっと調子こいて、あのジムニーっていう車ね、車の屋根の上にも60センチぐらい積もってたんで、もうこれも今日やっちゃおうと思ってやっちゃったんですね。でお昼ぐらいになって、そもそも収録時間が遅れたところに先ほどの文字起こしの失敗が3連続ぐらいであって、ちょっとね、イラついて東一郎くんに寂しい思いをさせてしまったという話です。で最後のトライアルリスンは、まあこれ見てる方はわかるかもしれませんが、なんかまた新しいの出てきたぞと思ってるかもしれませんが、ちょっと私前から作ろうと思ってたっていうか、すでにスタンド FM とかノートとかではねやってた、音源あるっていうか配信してたものなんですが、これをなんとかポッドキャスト展開したいなと。で限定配信になるので、でリスンがそれできるまで待ってよと思ってずっと待ってたんですが、でもう一回エピソードごとのやっぱり限定有料みたいなことでやりたい音源なので、でそれでそれをどうしようかと思いながら、ファーストーリーっていうのを使い始めたんですね。それができるから、台湾のポッドキャスティングサービスね、最近できたんですけど、リッスンとほぼ同じ時期ぐらいにできて、で違う方向を向かってるんですけども、だからそれぞれ個性があって面白いんですが、まあそれはさておき、まあこれはちょっともうファーストーリーでやろうと思ってやり始めたんですけど、でところがそれが、まあ、これ話すとまた長くなるんですが、その
ところがこれ例えばスタンド FM とかね、あこれ初めもで喋ったんですが、あの試し聞きができないんですよね、そのポッドキャストっていうのはね。なのでもう自分で試し聞きを作っちゃったと、トライアルリスンというバージョンをね、作っちゃったって、まあそんな話ですね。で、もう一個そのファーストリーとの絡みで言うと、そちらに番組作ってリスンに RSS を飛ばしたんですけど、この RSS を認識してくれなくて、ちょっと近藤さんをいろいろ手こずらせてしまってすいませんでした。ありがとうございました。一応解決したみたいです。はい、そんなこともいろいろあって、結構ちょっと前に準備はしてたんですが、リスンに上がってくるのがちょっと遅くなった、このね、政治ネタと大学ネタですけれども、これからちょっとそれもいきます。でもう一つ二つちょっとそちらの方から飛んでくるものが出てくると思いますけれども、さらにお騒がせすることが多くなると思いますが、今日の声で書く日記、1月14日日曜日、雪がどんどん深くなってきた、雪まつり3週間前の札幌からお送りしました。ということで、統一郎くんが甘ったれてきたので、ここまでにしたいと思います。それでは。